なんだ？何かあったのか？なんで？評判は？お前も食べたんだろ？お前はどうなんだよ？ダメか？夢に、か。しかし、それはそれでインパクトがあって面白いんじゃ。そうか。残念だな。あ、今から帰るところか。だったら駅まで一緒に帰るか。送ってやるぜ。そっか。だったらしょうがねえ。気をつけて帰れよ。よっ、今から帰るとこ。だったら駅まで送ってやるぜ。オッケー、じゃあ帰ろうぜ。なあ、俺の名前呼んでみそう。じゃなくてフルネーム。次、下の名前だけ呼んでみそう。先輩はいらないけど、まあいいか。さて、後輩から名前で呼ばれたんだから、先輩としても名前で呼ばないとな。ああ、俺って優しい先輩だよな。な、し。ああ、そうだ。これからも名前で呼んでくんないと振り向いてやらないからな。じゃあ、そういうことで。え、もうかよ。早すぎんな。お、またな。よ、俺だよ、向井。あ、こんばんは。あ、いやいや、ちょっと聞きたいことがあってね。明日は暇？あ、じゃあ、一緒に遊園地行かね？なら、明日10時、駅前で待ち合わせな。ああ、それとな、スカートはやめとけ。それだけは忘れんな。じゃあ、また明日。